で、トントントンといろいろ走っていくし、この辺りとかも、これで高木じゃないよ、高木なんや。こういう引っ掛けの方のが意外と気づきませんよね。絶対高木って読みますよね。難読地名、わかりにくい難読地名、意外とこういうのありますかね。こんなにおしゃれな店あった。ジェラート。わおー。え？あとじゃあホームページやっちゃうと待ってよ。ステーキ見た後、ジェラート、うまそうじゃないんだから。あら、うまそうね。あら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 、ジェラートね。熱いの、食べるやつ。西尾抹茶のね、やつ、ほんとうめえのよね。西尾抹茶のね、アイスって、めっちゃ濃いのが多くてね。うまいね、わわわ、なんなの、もう、あら、ああ、おでやチーズ、今、チーズ来てるからね。もうやられた季節に出たとこもあった。ソフトクリームも、あ、マロン、はい、マロンへ、マロンへ、マジ？380円も、さ、本格的な、ダブルだよね、これもう絶対ダブルだよね。うわー、いいなー、これいいなー、ソフトクリーム360円からあるし、いやー、面白いにゃ。スイーツとか見たら終わるんじゃね？なるほどね。ショッピング、オンラインショップ買えちゃうの？マジかよ。マジかよ。楽天市場あんの？あんだね。リンク貼っとくわ。はい。直接行きたいな。これは直接行きたい感じだね。結構紹介されてんじゃん。へえ。あ、キャッチでもやってんじゃん。へえ、そうなんだ。いいですね。なるほどね。ほう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 。しつきでね。いやー、いいですね。ああ、そう。ああ、そう。ちょっと、とりあえず送料とかちょっと詳しく、あと、ああ、なる、ロックセット。ああ、なるほど、なるほどね。これ、なるほど、なるほど、なるほど。いい店あるじゃん。うわー。これはちょっと直接車で行った時には行きたいですね。なるほどね。あるね。いろいろあるね。さーて、他はどうかな。いやー、やばいね。気になるところいっぱいあるな。魅力たくさんですよ、これ。あれ、ここぐるっとなって。あれ、こんな道走ったっけ？っていうかね、何かこうやってバス停が見えてこないんだよな。俺、間違えてる？このところとかも、うどんさんやっぱこっちの方多いですね。あ、ここも、あ、素晴らしい。あら、かっきー。あら、そばね。なるほどなぁ。いろいろあるね。いろいろあるんですね。そば屋さんってそばしか売ってないのかって、そうじゃない。あら、なんて820円なの。いいですね。なるほどな。ほーとかあったりするんだなぁ。なるほどな。もう紹介するとこいっぱいあんだね。いいですね。魅力いっぱい。ああ、その地方いいですね。で、ずーっと行って、うまい野菜。すごいですね。うまい野菜って言ってるところなかなかすごいですね。これちょっとないかな。あ、ではない。情報がない。あれだけど。いいですね、こういうところ。あれ、いろいろあって、あってんだよね、これ。うわ、寿司屋さんはか。いや、もう、ざん回らない寿司じゃないですか。わー、なるほどね。ちょっと待って。なにこれ。なにこれ。なんか、この写真、聞き捨てがあるの？何これ。いなり寿司？へぇー、自販機で。あ、そうですか、そうですか。買いに行こうかな。自販機シリーズ。自販機シリーズは、
機でちょっと取り扱ってみようか。どこにある？え、どこにあるの？え？でも自販機どこにあるの？写真でしかない。ん？わかんない。でもきっと行きゃあるんだろうな。へえ。ってことは、いや、夜中に行っても買えちゃうな。厄介だな、厄介だな、行けてしまうな。いやでも行くないし、プレシンクはこっちはさすがに。いろいろあるな。イラコケアセンター、へえ、ケアセンターとかもあって、いや、てかこの辺りにバス停がないのが不安なんだよな。あれ、この道で合ってんだよな。だいぶ遠いのよね、田原の駅前まではだいぶ遠いのよ。なんか消えてるし、大丈夫かこれ。あれ、あ、貼ってたはず。石紙あった気がする。あ、あったあった、これあったわ。大丈夫、合ってる。ここはここで気になってたんだよ。この建物は建物ですっげえ気になるし、ワイショップらしいですね。なるほどな。うん、なんですけど、こっちはね、こっちでね、なんかね、めっちゃ気になるバーガー屋さんあったんですよね。そう、果汁バーガー。へぇー。あ、うわぁ、ボリューミーな感じね。うわぁ、ステーキとか出てね、ボリュームって感じね。あほほほほほほほ。なるほどね。見積もり以来なんだろ、見積もり。あ、な、なに、見積もりって何なの、ごめん。どういうこと、なに、よくわからん。タコクスバーガーセット。ザ本格的なのが何これ、ブラックパンツ？スーパーチーズバーガーセット、何じゃこれ。あれ、でも、インスタ映え狙ってんね、これ。気になるね。ああ、そう。いろいろやってるんだしね。なるほどね。なるほど。うん。いいですね。いろいろあるなぁ。さあ、ってことは、ここで見覚えがあった。あそこってことだろう。これね、急がないとまずい。まずい。さすがにまずいぞ。